スキー初心者が覚えたい超絶基本テクニックというわけで、今回は止まる曲がるを学ぶ動画です。家族旅行やスキー旅行、修学旅行へ行く方、ぜひ参考にしていただきたいんですが、初めての方はパラレルターン諦めてください。こういったコブ斜面も無理です。というわけで今回は現実的でゆっくりまっすぐ滑る、そしてゆっくり曲がって滑るといった超再現性の高い内容となっています。たまに1日でパラレルターンできたってコメントしてくれる方いらっしゃいますが、多分できてないです。ごめんなさい。ただし、おワンチャン板揃ってくるくらいならできてるかもしれません。この動画の内容ですが、完全初心者向けでしょうもない専門用語は使いません。どうしても使ってしまう場合は解説します。細かいところはガン無視していただいて、ざっくり理解していただくことを推奨します。リフトの乗り降りや道具の説明は大体省きますので、このあたりもご了承ください。それでは早速本題に入っていきます。ステップ1として、まず立ち方をなんとなく知っていただきたいです。まず立てなきゃ話にならないので、立ち方から説明します。スキーの場合、日常生活と異なる立ち方をします。問題です。日常生活では重力に対してまっすぐ立ちますが、スキーでは何に対してまっすぐ立つでしょう。 A 斜面、 B ブーツ、 C 重力。果たしてどれになるでしょうか。正解は A の斜面です。こちら緩斜面なので少し分かりづらいですが、こんな感じです。それでは角度を変えて解説してみます。真横から見た映像となります。こちらですが、斜面に対してまっすぐ立っております。体の骨格にラインを合わせるとこんな感じになります。実際止まるときちょっと後ろになると思うんですが、こんな感じでも OK です。ただし日常生活では重力に対してまっすぐ立つが基本となります。これがスキーと日常生活の大きな違いです。これがスキーと日常生活の違いなので、急斜面を滑ってるときも基本はこのイメージで滑る必要があります。それではステップ2の止まり方へ移っていきます。まっすぐ滑って止まる、以上でございます。まあこんな感じで板が三角、つまりハの字なのでハの字と言ったりします。ざっくり解説しますが、なんかいい感じに三角作ることでプルークといった表現をすることがあります。いわゆる暴言ってやつです。野球でいうところのキャッチボールみたいな基本技術なので、これは覚えていただいても損はないかなと思います。なんかよくわかんないなっていう方はスルーしてください。こういうスタンスをプルークスタンスと言ったりします。これで止まれなければスキー一生上手くなることはありませんので、絶対できるようになってください。細かいことはマジでどうでもいいので、とりあえずストックを使わずにこうやって止まることだけに集中して練習してみてください。そもそもどうやって止まるのって話なんですけど、スキーの板の内側のエッジを使って止まります。はっと思ったと思うので道具の解説をします。エッジというのは黒い滑走面と言われる部分の両端についている銀色の部分をエッジと言います。ここで雪を削ることによって減速することができます。これはスノーボードも同じです。ちなみに真ん中の板とブーツを取り付けるところをビンディングと言います。プルークでは両足の親指側のエッジを使って雪を削っていきます。これは正面から見た方が分かりやすいので正面から解説します。親指側のエッジというのは矢印がついている方のエッジで雪を削っていく動作となります。反対に小指側のエッジは一切使うことはありませんので、このあたりは無視していただいて OK です。こちら側のエッジ、板を揃えた時、片方だけは小指側、片方だけは親指側という使い方になりますが、基本的にプルークの場合こっちは使いませんので無視していただいて OK です。もし反対側の小指側のエッジが引っかかってしまうと転びます。なのでこの親指側のエッジを使って雪を削り減速するという方法でいい感じに止まれます。ここまでをめちゃくちゃざっくりまとめると、まっすぐ滑り降り三角作って親指側の板の端っこにあるエッジを利用して雪を削り減速していい感じにやれば止まれるということです。ちょっと専門用語チェックに言うと、まっすぐ滑り降りてプルークスタンスでエッジを使って雪を削り止まる、ストックは止まるための道具ではないという感じです。まあよくわかんないよって人はこうやれば止まると思ってください。これで OK です。ステップ3、曲がり方です。なんとなくここが理解できれば OK です。三角、つまりプルークを維持したまま曲がること、これが今回のゴールです。
このような動作をプルーク暴言と言います。なんとなく聞いたことある方もいらっしゃると思います。緩斜面で止まることができてからこの練習にチャレンジしてみてください。この練習ですが、基本的に次のような感じでお願いします。連続ターンは難しいので1回曲がる感覚をとにかく養ってください。左右両方とも練習するといいと思います。どんな感じかとお伝えすると、下り坂、これで曲がり続ければ止まります。これで止まってみましょう。これを左右両方やってみてください。それではどうやって曲がるのかというテクニックについてお伝えします。曲がりたいと思った方の足と逆のスキーに体重を乗せていきます。ちょっとよくわかんないと思うのでこちらで解説します。白い矢印の方に向かっていくのであれば、ピンク色の矢印の方のスキーに体重を乗せていくというイメージです。この局面では右足に体重を乗せていく、そしてターンが切り替わって次のターンに入っていくときですね、ここから次のターンに入るときに左足に乗る、このような感じでターンを展開していきます。初心者レッスンとかではよくやるかもわかんないですが、体を無理やり曲がりたい方向にねじって曲がることも正直できます。ただし上達するにつれあまりこの技術は使いません。スキーとは連続で曲がるスポーツ、つまり連続ターンをするスポーツです。まっすぐ滑ってもうまくはなりません。つまり基本的にまっすぐ滑り降りるだけの直角行でいきり散らしていても何の意味もないということです。これ野球で例えてみれば、ピッチャーが観客席めがけて投球するようなもんです。何の意味もないです。つまり上手くなってからチヤホヤされたいなら曲がる練習をした方がいいです。つまりパラレルで滑ったり飛んだり跳ねたり後ろ向きに滑ったりするのはちゃんと曲がれてから練習するといいかなと思います。曲がり方を真上から確認してみます。再確認ですが、次の白矢印に向かっていく際どっちのスキーに乗っていくでしょうか。上から見ているので少し混乱するかもしれませんが、答えは左の足です。滑り手の感覚として今現在右足のエッジで雪を削る、今が左足のエッジで雪を削っているというような感じで体重を乗せていく方の足が交互していきます。乗せない方の足は正直そんなに体重乗せない意識で OK です。なんかよくわからんかったという人もとりあえず曲がるのを極めるスポーツだと覚えてください。板が揃っていても体重をかける方は同じで、ハの字だろうがパラレルターンだろうがこのイメージは全く同じなので、原点にして頂点です。体重かけていく方の足の感覚間違えると詰めますので、ぜひ絶対覚えてください。これまでの流れを復習します。立つ、止まる、曲がるという3ステップで解説してきました。当たり前ですが、立つことできないのに曲がることはできません。練習する順番は間違えないでください。こんな感じで滑りまくればなんとかなります。センスのいい方であれば初めてのスキー修学旅行でもなんちゃってでパラレルターンできるぐらいのレベルには到達するかなと思います。ただし完璧なパラレルターンを得得するには数年単位で時間がかかりますので、その点だけご了承いただければなと思います。初めてのスキーだとそんなことよりもスキー自身を楽しんでいただく方が重要かなと思うので、そんなに気にすることもないんじゃないかなと個人的には思います。今お見せしているこのプルーク暴言という動作ですが、エキスパートやプロの方でも基本動作として練習する人が結構います。正直お伝えして細かい話をすればこの滑りもダメレシ食らうようなポイントが多々ありますので、初心者の方はまず止まる、曲がるがプルークでできていれば何でも OK です。ただし止まれない、曲がれないとなれば話が変わってくるので、このあたりは調整が必要となってきます。この動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。